60歳のラブレターは、住友信託銀行主催で2000年より、毎年行われている、長年連れ添った夫婦が口に出しては言えない互いへの感謝の言葉を一枚の葉書に綴る応募企画。2010年より、夫婦間に限定せず、家族へ当てた作品も、かとなった。応募作品は書籍化され、映画、舞台での脚色作品も誕生した。 住友信託銀行の応募企画に寄せられた書簡の修作集を NHK 出版が二千一年より毎年刊行。二千九年公開の日本映画。キャッチコピーは語り尽くせないほどのありがとう。根っからの企業人として重役となるまでに会社に貢献し続けた立花の公平は定年を迎えるとともにすっかり愛情の冷めてしまった専業主婦の千尋と離婚し、 新たに広告会社で腕を振るうことになった。仕事にも手を染めず世間知らずであった千尋が、友人のアドバイスで生きがいを見つけてゆくのとは裏腹に、頑固者の公平和は若い仲間たちとの仕事上の、すれ違いに困惑していた。一方、千尋と親しい魚屋の主人、正彦は、主治医の再起に、糖尿病気味だと言われ、妻の三恵にウォーキングを強いられる。その姿に、 佐伯は今はない妻との生活を重ね合わせ、孤独を噛み締める。そんな佐伯に小説の医学用語翻訳で世話になっている翻訳家の玲子は、長い独身貴族の暮らしが辛くなり、彼に心を寄せてゆく。三組の男女は、自分たちを取り巻く状況の変化から、次第に相手に対する自分自身の愛情の変化を思い知らされるのだった。六十歳のラブレタークリタ。 陸、古沢良太、映画版の漫画家、ありがとうございます。